いっぱい応援してくださってたんで、これでは負けられないなと思いました。おー、いいね。文ちゃんと石本くんが勝った、めっちゃおもろいやいやいや、まあそれは笑い話やけどはい、皆さんこんにちは、野添貴弘です。今回はですね、5月の2日からボートレースみんなで開催されます2024年大阪ダービーラピートカップのクロストークを行ってきます。今回はですね、今話題の大阪のルーキーです石本博夢選手とトークしていきたいと思ってますので、チャンネル登録と通知オンにしていただいて楽しんでいただけたらなと思います。では石本君とクロストークやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。俺あれやねんな、引退、石本君デビューっていう入れ違いないよね、ちょうど。そうです、それぐらいよね。はい。なぜこうレースの道に行こうかなと思ったの？僕は、大学行ってたんですけど、ね、はい、友達が、2019年の賞金王、はい、グランプリを、はい、一緒に見に行こうって言われて。それは住みの家？住みの家です、はい、で僕家結構住みの家も近くて、なってんで、見に行ってみて、11レースと12レースを見たんですけど、はいはい、で12レース最後に見て、石野さんが地元で、こうめちゃくちゃ応援されてる中、優勝されて、でめっちゃかっこいいなと思って。それ前ボートレースっていうのは見たことあるの？いや、なかったです。意識的な部分にはボートレースっていうのはあった？いや、もう全くなくて。あ、そうなん。横にバッティングセンターあるんですけど、ね、そこにはずっとちっちゃい頃から行っててなんか隣にめっちゃ大きい箱みたいなのあるなみたいな思ったんですけど。そうなんやね。あれ僕ちなみに住みの家なんやね、地元は。ああ、なんでもうメトロさん好きなんで、俺は知ってたけどね。ああ、なかなかそうなんやね。はい。そっか。まあ、訓練1年間かな、行ったわけですけど、実際最初にすぐ、まあ、半年ぐらい、パターンは何ヶ月かでボート乗るよね。はい。初めてボート持った時の印象っていうの覚えてます？一番印象に残ってるのは試験の時にフェアボートで乗る時に80キロぐらいって聞いてて、まあ車で80キロやったらそんなじゃないですか。そうよね。けど低いんでやっぱり。そうはい、ここだからな。はい、速っと思って怖かったですね、直線でも。よね。はい。でもそれって結果慣れてくるよね、あれ。そうですね。ね。友達とかもレース見てて、もう下手くそやなみたいな言われますけど、一回乗ってみてって。ちょっと待って。乗ってみって言ったらね。はい。わかる、それわかる。めちゃめちゃわかる。ほんまその。なるほどね、はい。でまあ、実際その卒業するわけじゃないですか、学校で。成績はどうやったの？俺全然知らないけど。僕は2位でしたね。1位誰だったの？石渡翔一郎。おお、あの子もうまいね。でまあ、その卒業しました、デビューする前にあたって不安だったりとか自分の中であった？まあ、レースのことというよりは、その宿舎での仕事とかレース場での仕事の方が不安でしたね。やることいっぱいあるよね。はい、マニュアルみたいなもらうんですけど。そうよね。もう全然わからないですし、覚えれるかなっていうので不安でした。実際レースに関してはそんな不安なかったんや。もうレースはもうそうですね、もう、はい、やってみないとわからないっていうか、はい。実際そのデビュー戦迎えました、当日の心境は？いや、もうワクワクしてましたね。すごいな俺もそうなんよ。緊張ゼロやったよね。はい。で勝ってやろうと思ったの、どうやった？いや、買ってやろうはさすがになかったんや、はい、俺買ってやろうと思ってその実際こう一掃してみて、率直なその時の感想ってやっぱ自分なんか体感で覚えてる？もうでも、もう3周でも必死だったんで、やっぱりレース始まった時の方が僕は緊張してましたね。うーん、周回転時終えてからとか。そうですね。あの道中外前行くにしろ、3着だったんですけど、知ってる、そのここで失敗したらまあ4着になるじゃないですか。 そこの、まあ、5着が6着になるのと3着が4着になるのって違うよね、はい、違うね。えらいなその意識、それなぜ逆に。でもフラケン買ってる人えらいわ。そうやわ、聞きましたか皆さんあの好感度上げてるわけじゃないんですはいはいはい。おー、そうやな。ほんでそれなんで、ここで失敗したらもう今までは自分が失敗した自分だけの失敗だったんですけど、もう船木の対象になっているレースだったんで、そこで緊張しましたね。なるほど。なんでこれの、まあ、率直な印象というか、上から見てる感じのね、あのスミネの2マークってあるやんか、はい、独特よね。作業とは違うやろ、はい、あのでもね、すごく安定して乗ってるんよ。あれ心がけてることとかなんかある？僕のイメージ2マークは、初動は波ないんですけど、中期後期に結構あるんで、作業、ね、だったらもう気持ちよく、絶対暴れない係してでも急にバンってくるんで、もう
ハンドルの、ま、早めに戻すんと、はいはいはい、もう体で押さえつける、もう無理やり体で押さえるっていうのは、っていうのと、まあ、絶えず気にしながら乗ってるっていう感じかな。そうですね。ほんでですね、初勝利、はい、自分でやっぱ覚えてる？覚えてます。覚えてるよね。どうやった、あの1コーナー回った瞬間の景色。僕は3周2マークで1着になったんで、びっくりしましたね。びっくりした、はい、でも嬉しくなかった？嬉しかったですね。けどなんか1マークで事故もあって、うん、あ、で3周2マークで抜いたんだけど、ほんまに抜いてよかったのかなっていうのがありましたね。ああ、なるほどなるほど。まあそれぐらいなんやな、はい、初一周、はい、その時のレースもやっぱり覚えてたりする？覚えてますね。どこやった？若松で初めてスローに入った説だったんですけど、その時優勝戦だったけど、心境とかはもう正直全然そこには意識がなかったね、はい、いっそいっそやってたら気づいたら優勝戦まで行ってました、ね、何年走ってんねんいやいやでも本当そうなんよ、はい、いっそいっその積み重ねがあの結果勝率に残る、賞獲得賞金になる、結果それが準優勝戦の高枠になる、優勝戦の1号艇になるっていう認識やね、はい、まあ、間違いない、それはもう合ってます。で初優勝、このレース印象的に残ってるところなんか何かあったりしますか？印象に、まあ、スミノヤみたいな。そうです、うん、なんかこうその時の緊張感であったりとか、なかった、特別なものとか。やっぱ同じレースに出てる人も、うん、あのスミノヤのルッキーだったんで、若手の方とか、うんうんうん、で同県の方とか、うんうん、で他にも関係者の方もいっぱい応援してくださってたんで、これでは、ま、負けられないなとは思いました、ね、いいね、これもし負けたら、でももうほんまに僕にほんまにみんな優勝してほしいって感じに思えたんで、うん、その期待にファンの方も含め思ってくださってたと思うんで、うん、答えたかったですね。ちょっと待って、真面目かいやいや真面目だよな、俺とは違うのやっぱ今後の目標、自分の中で、まあ、目の前の目標でもいいし、遠い目標でもいいし、これってやっぱなかったら絶対ダメやからね、はい、まあ、あの自分の中で今ある目標とかあります？一番の目標は、うん、その僕がレーサー目指したきっかけのグランプリを隅の江で優勝したいなっていうのがあるんですけど、うんうん、まあそこ行くまでに G1 出るところから始めて、で毎回出れないと、うん、まあそうもやっぱり大阪支部なんで熱いんで、結果残していかないと出れないんで、そうだね、それぐらいの実力をつけていきたいです。うんうんうん、そうやな。で今後の、まあ、自分に対するなんかこれ課題とか、なんかこう自分の中であったりする？やっぱりでも旋回ですかね。旋回、うん、特にサシと小回りを、うん、あ、小回りね、はい、分からんでもいい自分の中であと、まあ、後ろの着に走った時にどちらかといえば着を落とすことが多くて、うん、2着3着走っている時はいけるんですけど、4着が6着になったりとかっていうのも多いんで、うん、勝率も考えるならそういうところしっかり取っていかないとダメなんで、はい、確かに確かに。では今回はドリームの3号艇、はい、率直な自分の感想、ドリームの3号艇乗るっていう大阪の、いや、もう緊張しますねでもね、いやいや、このメンバー見たらよかったよ、初日の方でいやいや本当に俺は言えるから言うけど、2日目やったらこれもうタジタジですよこれ、文ちゃんと石本くんが勝った、めっちゃおもろいやいやいや、まあそれは笑い話やけどの男は工事はね、そうなんですよね。なんか仕上がり試合かな、まあ、3コースからいけるかもわからないし、湯川君が飛ばしてくるかもわからないし、そうですね、まあ、それを含めても4コースに入りたい、いや入りたいですね。だからせめて湯川さんに締められた後も、うん、上田さんには抵抗できるぐらいの離れは欲しいですかねそうやね、プロペラって今実際ガンガン叩いてるの、レースで叩いてます。あ、いいこと、プロペラは叩かなあかんよ、はい、プロペラは叩かないとね本当に覚えれないんで。で今自分に例えばこう自分の乗りやすさに合った調整っていうのができている感覚ではある？冬場は良かったんですけど、うん、最近ちょっと春先になってきてからは、うん、エンジン、まあ、乗り感もそうですけどエンジン出しの面で、うん、あんまりしっかり出せてないなっていうのはあります。引いてエンジンにもよるけど、はい、やっぱり結果的に冬場っていうのは必然的に回転が上がるので止めていけるよね、はい、で今の時期で高温多湿な時期で温室ペアコースって必然的に回転上がらないよね、はい、で俺見た感じよ、ちょっと上げ気味が好きじゃない、ガッツリ止めるより、
どうなんですかね。なんかそっちのっぽく見えんやんか、はい、止める人はもっと止める、はい、感じするから、はい、だから今多分ちょうど回しきれてないんかな、ね、回転は。だからその辺を今後まあ、オーローサカも含めてなんだけど、まあ、僕の個人的なアドバイスだけど、こういろんなことを試していって、プロペラは試さないと絶対発展がないんで、答えがない世界やから、はい、だからそれをやっていって自分の一番こう乗りやすいところを見つけれたら、なんか今後また成績は安定してくるかなっていうのを思うね、うん、太田さんのエンジンを住之江のルーキーで優勝した時聞いたんですよ、うんうん、太田さんの後に、うん、で止まっとったでしょ、はい、あいつは止めるから、びっくりしました、うん、あれがあいつの感性。あだから、まあ、同期さんに言ってるけど、俺と田中と太田やったら、田中と太田は、田中と俺は話し合う、はい、太田はちょっと違うのよ。あどっちかというと天才やから、あの人は止めて広くて広くなかった、はい、広く受けて広いやろ、はい、だから乗りやすくて伸びきれない。あ基本伸び型のサイドかかったらいいって言うんですよ。あそうですね、初動のブレーキ感とかすごかったです。かかる、はい、あれさえだからまくり出すようなあれが必要やからっていうんで、あれはずーっとあいつ30数年あのスタイルなんで、だからそれが言ったらもう30何年変わってないってことやから石本君って、はい、それをいかに石本君が今後見つけていけるか、自分の形、はいっていうのが今後多分、うん、自分の中で生きてくると思います。まあ、そこはもうやるしかない、はい、いやぜひぜひやっていただいて。プロペラ調整するときに、うん、その一番大事にしてたことは何ですか。あのな、今のエンジンっていうのは言ったら結果行き足っていうのがスタートするに一番大事やんか、はい、あと乗りやすさ、かかり、これのかかりと乗りやすさっていうのは人によってレバーの切り方もハンドの切り方も違うからちょっとずれてくるんだけど、はい、行き足を起こさすには最初の回転を絶対上げなあかんってわけやんか。で、はい、この時期というわけでですね、まあ、いろんな質問をしてきましたが、ここで一旦休憩とさせていただいてですね、次はですね SNS 等で募集してファンの皆様からいただいた質問を石本くん本人に直接投げかけていきますので、はい、あの質問答えにくいのはまあパスしてもらっていつものようにね、はいはいはいという感じで、あの一旦ここで終了させていただきますけども、はい、またこの、ね、後編の方もすぐアップされますので、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしていただいてお待ちしていただけたらなと思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。